はい、まあこういう話題はね、まあ本当はエラテンさんの担当だと思うんだけど、まあ多分ちょっとね動画は彼は上げないでしょうから、まあ代わりに僕が喋るんですけど、 N 国党のね都議選保全の新藤かなっていう、なんかアベノマスクブラみたいなのをねやってた人の選挙ポスターが今炎上してますね。でなんかまあ例によってフェミニズム界隈からすごい叩かれてるわけですけど、まあ、この件について思ったのは、新藤は悪くないっすね。なんでかっていうと、まあ別になんかまあ違法性があることではないわけであって、まあ見てもらいたいためにやってるだけだと思うから、で別にこの件に関してはまあ立花隆ちゃんがやれって言ってやってるっていうわけではどうやらないようだし、まあ本人がねなんかツイッター見たらポスターこれでいいかなみたいなことを自分でつぶやいてたから、まあ、それで自分でやりたいと思ってやってるんだったら別にまあ何にも問題はないよねって思うので、まあ、それに対してなんか、うん、まあ共産党のなんだかよくわかんない人が、うん、なんかどうこういうのっていうのはそれはまあまあお門違いだよねっていう話で、なんだろうな、まあ思ったのは、まあ、N 国党のねなんかいろんなこと、まあ、問題ある点は非常に多々あると思うんですけど、でもなんかなんだろう、まあ、N 国党とか立花隆ちゃんがやってることだからって言って何でもかんでも批判するのは違うかなって、まあ、思うわけですよ。まあなんかそのやってることの中にもなんだろう、まあ、この人がやることは全部悪だとか、この人がやってることは全部善だみたいなっていうことは、まあ、物事ってそうは言い切れない部分があると思うんですよね。そう、まあ、だからちょっと前になんかで水庭さんが言ってたんだけど、まあ、水庭さんはねアンチ N 国の立場を取ってるけど、立花隆ちゃんが言ってる、まあ、その被選挙権これでなんかその年齢によってなんか30歳以上じゃないとなんかどこどこに出れないとかね、そういうのは撤廃した方がいいって言ってる立花隆ちゃんの意見に関してはそれに関しては賛成だって言ってて、まあ、僕もそれに関しては同意見なんですけど、なんかなんだろうね、うん、この人のやってることは 100% 善であって、この人のやってることは 100% 悪で、この考え方は非常に危険。これはね非常に幸福の科学的な考え方なんですよね。幸福の科学だったら、まあ、大川隆法がやったら何でも 100% 善で、で大川隆法に、まあ、反対する意見、大川隆法を批判する意見っていうのは 100% 悪であると、うん、だから何が正しいかじゃなくて誰が正しいかみたいな、そういう話になっちゃうのは違うよなって思うんで、そうっていうのは非常に幸福の科学的な考え方っていうかね、何なんだろうね、うん、まあそう感情論なのかな、分かんないけど、うん、だから一律になんかその N 国がやってることだから批判していいみたいな、そういうのはなんか違うかなってまあ思うかなっていうのと、あとは何だろうね、うん、まあ、選挙ポスターであれがダメなんだったら、じゃあそもそも雑誌のグラビアとかどうなんねんっていう話だし、うん、なんだろうな、うん、別にそれはいいんじゃねって思ったって感じですね、うん、なんかあれですね、いや、エラテンさんまた YouTube やんないかな、なんかこういうのは僕の担当っていうよりエラテンさんが喋った方が多分面白おかしく喋れると思うんで、なんか復活してくれるといいなって、やっぱちょっとこういう選挙事とかねそういうのがあるとこういう話は僕よりエラテンさんの方が得意だと思うんで、なんか復活してほしいなって思いました。